さん、こんにちは。こんにちは、なのぜ。ジャンクパワーズの田中優です。今回から各施設を紹介していきます。一番手はバッカスの酒場。最初は宿屋とくっつけたかったのですが、メニュー項目が多くなるので分けました。ついでに言うと最初は再会の酒場だったのぜ。いろいろあって、ギリシャ神話のお酒の神様、バッカスの名前をお借りしたんだぜ。では画面をご覧いただきましょう。こんな感じで、メニューがまとまっています。ここでは何ができるのかと言いますと、メニュー項目を見ての通りなのですが。つまり、パーティー編成やお金を山分けする場所なのぜ。お金を山分けする際、波数が出る時があります。その波数は、チップという設定で、バーテンダーに渡すという設定になっています。チップを渡しても何かが起こるわけじゃないのぜ。プログラム内部では本当に余りを捨てている、だけなんだぜ。ともかく、パーティーを組んでいないと、入れない施設がほとんどなので、最初から用意されている、キャラクターか、冒険者ギルドで作成した、キャラクターをパーティーに入れる必要があります。パーティーを作りさえすれば、すべての施設に入れるようになるのぜ。ただし、パーティーに入れるのは、健康かつ浄化町にいるキャラクターのみです。ステータスがデッドやアッシュのキャラクターは、トンカ寺院に送られているので、パーティーに加入できないのぜ。酒場と言いつつエールの一つも飲めないですが、そこは脳内設定で補ってください。今日は地下迷宮でいくら稼いだ、とか、ネームドモンスターを倒した、とか、武勇伝を語り合っている設定なのぜ。もしかしたら、あなたたちの噂を嗅ぎつけて、依頼をしてくる方も出てくるのでしょうね。まあ、あくまでも、そういう設定なのぜ。パーティーが全滅した時に備えて、救出パーティーを組んだり、ゴールド預かり用キャラクターや、鑑定専門キャラクターを作っておいて、都度、入れ替えてみるのもいいと思います。まあ、今現在、1キャラクターあたり40個まで、アイテムを持てるが、これを半分ないし80くらいに、しようと思っているんだぜ。それは今後の調整次第ですね。ついでに言うと、作成できるキャラクター数は、40体まで。これを20体にする予定なのぜ、3パーティー予備2人の計算なんだぜ。グッドパーティーしか入れないところや、エビルパーティーしか入れないところも、もしかしたらあるかもしれません。そういう要素があるかもしれませんので、3パーティー分アルファ分のキャラクター数を登録可能にしました。本気パーティー、グッドパーティー、エビルパーティー、救助パーティー2人ないしは1人、預かり屋という感じで、考えているのぜ。そこら辺は、中の人がそう考えているだけで、皆さんは、お好きに使ってもらっても大丈夫です。なのぜ。という感じで、今回は終わります。また来週会いましょう。会いましょうなのぜ。